これでも長門牧場のソフトクリームとか高いからね、2つも3つも妖怪な。何の話しとんねん。愛知柔道整復師会だそうです。柔整か、まあ新旧だの柔整だの、まあいろいろお世話になっておりますんで、その世界は。この前もね、会社行ってね、でちょっと掃除でもしようかしらなんて思って、ふっと立ち上がった瞬間にグキッときてね、やばっやばいやばいやばい、いわゆるぎっくり腰の軽いやつね。めっちゃやばかった、めっちゃやばかったですよ、本当に。もうやばい、あーいかんいかん、これやばい、今日一日えらいことになるなと思って。でまあね、結局柔軟性を失っとるとなるんですよね。柔軟性を失ってるとか、どっかが凝ってるとかね、血行悪くなってるっていう。で案の定足首とかね、かかととかね、足首あたり案の定ぐるぐる回しとったら、やっぱり固なっとった。あーやっぱこれだなと。指先、あまず足の指先からのねストレッチをね仕事しながらしてました。もうほぐさんとこれもういかん、立てんなと思って。まあなんとかね、その日のうちには軽くなってきたんでよかった。セルフメンテナンスで、セルフケアでなんとかなったけど、波折り帳こう超レトロいいね。なんとかねセルフケアで持ち直してたでよかったけど、まあこれもね、今ちょうど私あの体のメンテナンスで毎週火曜日は必ず針に行ってます。火曜日は絶対行く、寝ないと調子悪くなるんで。でもう思いっきり針をね、もう深く打ってもらってます。めちゃめちゃ針、皆さんご存知ですかね。まあ鍼灸ね、針灸、あのお灸もやってもらってますけど、針もねめちゃくちゃ細いんですよ。いや本当にね、普通に刺したら刺さったっていうのが分かんない、全く細すぎて分からんっていう、そういうもんなんですね。細すぎて針が刺さったかどうかなんてさっぱり分かりません、本当に。なんかレトロあるけど、あれ何、そう針はね全く刺さった瞬間なんて分かりません、細すぎて痛みなし。だからめちゃくちゃ細いんですよ。日本製のねステンレス針ですかね、あれってめちゃくちゃ細いやつで針治療を行うんですけど、レトロな喫茶店があったな、カルメギサル専門店って何、カルメギサルって何ですか、濃いな。コーヒーブース、コルシカ、名前がいいね、コルシカ、コーヒーブース、コルシカ。この辺超レトロじゃん、うわこの辺見たらなんかえらいレトロだね。末広屋コーヒーいいね、気づかんかった。この辺りはここもちょっとレトロな風情、うわ熊来た、そこね、レトロ。この奥は、うわこの奥もすごいな、なんかレトロな感じ。波折り町、波折りってことは何、なんか波が波立っとったから、うわすごい、超レトロ、超レトロです。この辺ね、レトロ住宅集合地帯があったけど、どこ行ったかな、探してますけど、もうちょい左側かな、あそこもレトロな感じだね。あ、丸福の看板か、あれ、あここもレトロ。いや意外とレトロ残っとるじゃん、古い家が。あの奥のビルもすごいけどさ、すごいね。ちょっとここは全然来てなかったな、この近くはしょっちゅう通っとったけど。あもうね、今はなき丸福の看板と、レフレッシュ治療院とかなんとか、汗たく神宮 2-6-22 鍋新商店裏、ハリキューか、ハリキュー始圧か、看板、昭和レトロ看板あり。おおいいね、この辺も。おおめっちゃ古いじゃん、ここもめっちゃ古いし、これね、こっちもね、こっちもいいね、味あるね。あ意外とあったな、この辺しょっちゅう熱田用も来てるけど、全くこんなとこ通っとらへんね。わ宅急便専門のコンテナ、めちゃ来るよ今から、ほらほらほら来た、ほら宅急便専門のコンテナ、すごいな、圧巻だな。なんか笑えるね、宅急便専門、次性能運輸、あ宅急便専門、次ランテックで、また宅急便来た、素晴らしいな。なんかじゃ交差点止まってる時なのに、後ろの車もいちいち止まってくるもんで、まあ、ちょっと面倒くさいからこっち来ましたけど、通り過ぎてってほしいのに止まらんでくださいって、じゃあ勝手に止まってるだけなんで。でね、レトロね、家屋どこだった、家屋群があったんだけど、どこ行っちゃったかな、ちょっと今探してます。ちょっとそこだけはね、一応あれなくなった、この先だっけ、ひょっとしてなくなっとる、なくなっとる気が死んでもないけど、ここだったっけ、そこか、あるか、これか、一応残っとるな、あまだあるわ。奥の屋根が、屋根じゃない、3階建てがすごいな、すごいよね、奥のあのほら上のね、疑似2階建て3階建てあれがいいね、すごいな、ここだけ消防だよ、完全に素晴らしいね。毎回思うけどとても素敵だわ。ということでまだ現存してました、よかった。朝日産業も超レトロだな。さあごちゃごちゃ言いながら神宮方面に向かっております。このね、線路が鬼門ですわ、線路がね、とにかくこの界隈、まあ、線路と川っていうのはどこも鬼門だもんでね、どうやって渡るかっていうのは考えないか。ここは何、高さは 1.8 か、頭1かねん、超レトロっていうほどでもなかったか。カモメ、カモメってどこでも見たね、紅葉園か、カモメって、カモメアパート。さあゆるゆると直進をしております。真ん前は暑さ用の駐車場、とにかくこの辺りは JR と名鉄線が走ってますんで、線路幅が広くてなかなかコスに越されるので平電庁ですわ。
さあ、スタビオン、この前も来たわ、来たばっかだわ、しょっちゅう来てるの私も。ああ、もう続々とお客が入ってくるな、吸い込まれてっとる、どんどこどんどこ、みんな入ってくじゃん、全員だわ、ほぼ全員。さあ、そんなことを言いながら、アスタビオンの横を抜けております。本当はここでね、ちょっと休憩してね、冷たいお茶でもキューッと飲みたいとこだけど、まあ何分ね、自転車置くのはめんどくさいね、駐車措置を取るのがめんどくさいので、まあ本日も諦めます。鳩の警戒心のなさってすごいよね。もうちょっとあんた引かれるぞっていうぐらいのところまでね、逃げようとしない、すごいよね。だから外国の人が見たらやっぱり異常な光景だと思うよね。鳩がえらい近くにおるけど、まあでもそのうちね、肉の輸入とかできなくなったら鳩でも食わなきゃいかんくなるかもしれないね。みんなが捕らえて食うようになる知らんけどね。あ、もう何回も言うけど、私の話はまさにね、自転車を走らせながらの出任せなんですね。飛び出し注意、出任せです。本当に出るに任せてますから、適当なことしか言ってませんので、あまり当てしないように、全くもって当てになりませんから。さあ、とりあえずなんとなく南に向かっております。やる気のない名古屋の地でも常にやる気はありません。適当です。特にこの自転車走行は適当ですから。こっからどうしようかな、これ。押してこかしらない上、めんどくさいけど、これ自転車乗ったまま上がるなんていうと、こんなとこよう上がれんもんでね、どっちも放送しかないんですけど、電車がバンバン通っとるから、東海道線と名古屋本線、名鉄名古屋本線が走っとるで、すごいわ。この地味ね、これ高さがね、階段の高さが低すぎてね、疲れるんですよ、これ押しとると。もうちょっとステップこう上げてほしいね。はい、一応電車好きの方のために、東海道本線、はい、これ名古屋駅方面で、これが名鉄名古屋本線、これ名古屋駅方面か。こんな風だ。違った、わ、名鉄向こう側だった、 JR の手前か。あそこなんか作業車がいいね。あれなんだろう、ちょっとちっちゃめの電車っていうか機関車なんですかね。完全に違うとった JR が、 JR と名鉄を勘違いしてました。全く反対でした。線路は続くよどこまでもっていうね、本当そういう感じですね。さあ、そんなことを言いながら、再開発が進んでいると思われるかつての名鉄神宮前駅の西側ですね。なんか長屋、熱田長屋だったっけ、建設が進んでおると思います。最近実は行ってないな、意外と全然行ってなかった。ちょっと道いろいろ変わるでね、ほんとこまめに行っとかないかん、こまめに行っとかないかんと思っとるけど、なかなかねこまめに行っとれんっていうのはありますね。さあ、見えてまいりました、熱田の森がこんもりとしております。たまに熱田神宮はね、気の合う人とブラブラしてね、緑の中を散策しながらお参りをして、でその帰り道飲みに行くんだっていうのはね、非常に楽しいですよ。ここね、超レトロ喫茶店とか影響書って書いてあるか。その横コーヒー、もう完全昭和だよね、ここは。もうがっつり昭和、ガチンコ昭和、すごいね、いいね、幸い残っとる。コーヒー、シャボンか。今日も自転車そぞろ歩き中、名古屋の地元は間もなく熱田神宮。あー、適当だな今日は、本当にやる気ないです。こんな勢いで茶屋まで行けるんかな、本当に行くつもり自分に聞いてますけど、